私たち限界です。もう疲れました。ケニアでゲストハウス運営？大密着パート5。水、電気、ガス、Wi-Fi、引っ越し後のインフラ整備には、すべてにおいて次から次へと問題が発生して、心も体ももう疲れ果てました。でも、問題があったら解決するしかないよね。どんなにプッシュしても来てくれない業者や、とんでもなく高額の請求をしてくる業者、問題を直してくれない業者に当たっちゃったら、他の業者を探せばいい。できないことに絶望するんじゃなくて、できる方法を探るしかない。そんなことを続けていると、信頼できる腕のいい業者が厳選されてって、私の電話帳はもはや無敵のヒーロー集団みたいになってます。ケニアの方々との関わりは、時間を守るという感覚や、まっすぐ直角綺麗などという感覚が違うことがほとんどなので、予想の斜め上のことが起きてイライラしたりやるせなさを感じることもあるんだけど、生きる知恵や信頼できる人とのつながりを築けて、忍耐力、交渉力が身について、もっとたくましくなっちゃうぞ。うまくいかないことを環境のせいにしても何も変わらないし、何より川野家のみんなで協力しつつ、嬉しいことも悔しいことも悲しいことも全部吐き出して、最後は笑って吹き飛ばして、みんなで前に進んでいけるから本当に心強い。これからもどんな逆境があってもみんなで乗り越えていくぞ。ってことで、今回新しい物件になり部屋数が増えたので、ドミトリールームを1部屋追加することにしちゃいました。やるべきことは2段ベッドの製作、布団カバーなどリネンの製作、必要物品の買い出し、まだまだ準備は終わりそうにありません。次回はもう誰かケニアで100均作ってくれませんか。